はい、カモフラチャンネルでございます。皆さん新年明けましておめでとうございます。2023年元旦でございます。カモフラチャンネルとしてはですね、2023年も特段、今までと変わらない配信を続けてまいります。NHK 党を応援するチャンネル、立花隆さんを応援するチャンネル、それがカモフラチャンネルの基礎基盤となっております。それに付属してですね、いろんな枝葉っていうのはその都度都度、話題に合わせて、情勢に合わせてですね、取り扱っていくことっていうのは、増えたりする可能性はありますが、基本的にはそういうチャンネルであります。なので、賛成党をね追求していく、またはNHK 問題、まだまだ解決しているとは言ってもですね、不払いの方法を知らない方本当にたくさんいらっしゃいます。今現状の NHK 問題としてはですね、今年の9月からほぼ全国でですね NHK の集金人が回ることっていうのはなくなります。これは紛れもなく NHK と立花隆の功績であります。そういうことも相まってですね、 NHK 党としては選挙で、得票がなかなか取れないというふうな現状があるのは皆さんご存知のことだとは思いますが、それは NHK による被害者が減っている証拠だから、 NHK 党に投票しなくてもすでにNHK 問題が解決しているから、国民が NHK 問題に関して平和に暮らしているという証拠なんですね。それが数字として現れているということなので、特段何も悲観的に考えることはありません。で、現状は、不払いの方法または未契約の方は契約をしてくださいと、その上で、自動引き落とし等々を選択せずに、継続振込、すなわち、郵便局やコンビニ払いの支払い方法を選択する、そして、請求書が届いても支払いをしない、その請求書が届くのが嫌だと気持ち悪いという方は NHK 等に、その請求書を丸ごと送っていただければ、その受け取りもすべて NHK 党側が代行するというサービスも確立されております。すなわち立花党首が言っている NHK 問題はすでに解決していると、その、救済システムが完璧に稼働しているということなんですね。僕自身も変わらず2023年も、NHK 党のコールセンターの折り返し業務のお手伝いをさせていただきます。本当に毎日いろんな方からですね、ご相談いただきます。その度にね、知らない番号からの着信、またはコールセンターから割り振られた電話番号へ、こちらからかけるとき、今回はどのような相談なんだろうかというふうに、個人的に少しワクワクしながらですね、初めて話す方とお話をしているというふうな感じで、僕自身はやっております。本当にね、弱者に寄り添う NHK 党、それが、国民の声一人一人、聞いているということの証拠になると思います。他の国政政党すべてがもちろん僕は悪いとは思いませんが、ここまで、国民の小さな小さな声っていうのを、吸い上げて、国にね反映していこうと動いている、そのために、政党交付金、税金を使っている国政政党っていうのは日本で、唯一と言っていいと思います。それが NHK 党であると、その NHK 党を応援していると、そして、コールセンターのお手伝いもさせていただいていると、それは自信を持って、僕は自分自身の誇りとしてですね、今年もやっていこうかなと思っております。なので
特段ね、僕のチャンネルとしては今現状目新しい、何かを増やすとかね、メンバーシップをやってほしいとかね、寄付を募ってくれたら河村さんにお金を送りますよとか言ってくれる方本当にね、たくさんいらっしゃるし、お電話もいただくんですけども、僕自身はこのチャンネルを運営するにあたって、誰かからお金をいただいて、やっていこうという気は ありません、それは今までもそうだし、これからも変わらないと思います、あくまでも NHK 党を応援すると、立花さんを応援すると、そこで自分のチャンネルの中で、自分自身が好きなように、誰に忖度することもなく喋りたいというためのチャンネルなので、やはり、誰かからねお金をいただいてしまうと、立花さんがよく言っているように、忖度をしなければならなくなるということもありますし、僕自身はね、お金に縛られたくないということなので、 NHK 党からも1円もお金をいただいておりません、皆さんからも1円もお金をいただくことはありません。もちろん、YouTube としての広告料またはライブ配信中の、スーパーチャットっていうのは機能をねオンにしておりますので、その分に関しては Google が取ったマージン以外の部分っていうのは僕の口座に入るようにはなっておりますが、特段それ以外のお金っていうのを特定の銀行口座に、振り込んでいただくというようなことはやっておりませんので、本当にねたくさんそのようなお声もいただくんですけども、ありがたく気持ちだけ頂戴しているというふうなチャンネルでございます、なのでね、新年明けて初めての配信ですけども、 NHK 問題本当に解決しております。まだまだそのことっていうのが周知をされていないというのも現状ではあるので、不払いの方法非常にシンプルです。その方法っていうのを日々一人一人国民の方に直接お伝えしていくことでですね、日本最大の既得権益である NHK の収入源が少しずつ日々減っていくと、大きな組織ほど収入源が減ると潰れるのも早いということなんですね。だからその末端にいる僕がですね、その一助となって、これからも今年も来年も再来年もやっていくということは、ここにお誓いしてですね、2023年のですね、新年の挨拶と変えさせていただきたいと思います。ということで、2023年令和5年ですね、今年も皆さん、カモフラチャンネルの方よろしくお願いいたします。皆さんがチャンネルを見ていただく、それだけで、励みになります。そんな感じで日本の繁栄のために NHK 党の繁栄のために、弱者を救うために、カモフラチャンネルもチャンネルを運営していきます。今年も1年よろしくお願いいたします。徳島市よりNHK 党、参政党をぶっ壊す。NHK の自信を使わなければならない。